どうも、カズドリのカズです。今回はうまく決まればディフェンスが逆方向に吹っ飛ぶ技を紹介していきたいと思います。それでは早速いってみよう。というわけでまずは技の流れから。まずは利き足足裏で縦にロールします。ここから逆足でステップオーバー、縦にかわしていきます。これをスムーズに行うと、この技のポイントはロールとほぼ同時にステップオーバーを指導すること。1対1で使うと上手いな。ディフェンスに注目してご覧ください。足裏でロールすることによってディフェンスは縦を警戒します。ここからステップオーバーを入れることで中に切り込んでくるように見えます。これによって完全に重心が中に行ってしまうので入れ替わることができます。技の開始は足の届かない間合いから、ステップオーバーは中を切る相手に向かっていくように行いましょう。そうすることでどうしてもディフェンスは中を警戒してしまいます。あえてステップオーバーを分かりやすくすることでボールに食いつかせて V 字ターンでかわしていきます。1対1ではあまりない場面ですが、後ろから追いかけてくるディフェンスに対してロールからステップオーバー、股抜きターンを行うことで追い込まれた時にも使うことができます。カズもよく使うフェイントなのでぜひ試してみてください。この動画が参考になったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。